コンバッチー8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで縛りプレイやっていきたいと思います。今回は全体マップ禁止縛り、過去何度かやったことはあるんですが、今日は過去一強い選手目指して作っていきたいと思います。右投げ左打ちの外野手、フォームは社長、好きな球団はワン君からアベレージヒッター狙いでソフトバンクでやっていきたいと思います。ということで、天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていきましょう。ドン、星186。なかなか強い。そして今回はマップ禁止ということで、スタート位置ね、もうちょい真ん中あたりが良かったんだけど、とりあえず動くか。オッケーオッケー。ここにいれば全体見れるね。よしよし。そしたら、選手が誰かも見えないのがね、やっぱ、このルールのきついところ。まず合うじゃん。捕球。わー、弾道取れないか。オッケーオッケー。そしたら、ここまで行って、減少で、終了でいいでしょう。さて、体力をね、どれだけ残せるか。ここでマップを確認。左上つながってない、それ以外ほぼつながってるから大丈夫でしょう。 OK、 ゴールは上下だけ。なるほど。シャッフルで何あるか確認。赤おにぎりはない。 OK、 そしたら回ろうか。ナイス回復量。ここだけつながってないのを確認したんで、選手誰だ。あ、監督だな。会う前に分かってしまった。工藤監督の目って分かりやすいよね。キラキラ光るお目目なんで。はい、回復 OK。 さて、これでステージ終了。いい感じかな。初期値良かったんでね。さあ、ステージ3、宝箱が右下、左上はつながってない、真ん中は上側がちょっとつながってないぐらいで、なかなかいい感じと。よし、 OK。で、グラシですね。グラシだった。で、広角ナイス。選手がもう一人左側にいるね。パワーアップ。で、今回ありがたいのがね、宝箱の位置、左上のマップ見ると、オレンジでね、表記されてるんで、それが分かりやすいね。これね、こっちだな。繋がってなかったもんな。オッケー。回復そこだったか。野球超人伝、素晴らしい。ナイス。いいよ、いいよ。待って、全体マップは禁止だけど、これ見るのは OK。318。まあ、真ん中あたりは結構繋がってたから。選手誰だ？見えねえな、ギリギリ。それは、周東さんじゃないかな、この顔。この目。会いましょうか。内川さんの可能性もある。あ、内川さんはないや。周東さんと、OK、やっぱ周東さんだってね。周東さんと内川さん、同じお目々なんでね。顔で特徴、捉えていく。あ、やべ、マップ全部見んの忘れた。いやー。ま、でも真ん中あたり、結構繋がってたように見えたから、やべ、いつもの癖で早押ししてしまった。あ、やべ、それまずいって。あ、今、カレンさんが出てきた時にも見れたのに。ナイス。さ、シャッフル。カレンさんは今、右下にいますね。オッケー。右下から1個上がった。ナイスパワー。今、387。このルール、この縛りで、400超えたら十分だと思ってるんですけど。わー、2か。そこ、繋がってるかな。繋がってなかった。やべ。ミスったね、今の一歩。ヒーリング動いたからいいけど。右下で、若干繋がってないね。あ、オッケーオッケー。これで下、見えるわ。ってなったら、おそらく野球マン、左右に動くな。一番下の列で左右に動き始めると思うから、そこで、回収しよう。そうだね、やっぱ。ナイス。くっそ。どっちだ？くっそ！いや、回れ。いやー、マジ？オッケー！危ねー！
よし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 。いい感じ、いい感じ。やる気落としちゃったのもったいないけどな。さあ、ラスト。お、これは勝ったね。これは勝ち申したね。マップ真ん中あたりいい感じ。もう、橋まで行く多分体力ないんで。OK。これは勝った。まず下。赤、あ、うわー、それ引くか。わ、この下どうなったっけ。繋がってるか？ギータさんで補給。繋がってないか。肩上げて、パワー上げて、宝箱。それ行きたいね。さあ、どこだい？ドーン。2個右ですね。嘘、2個左ですね。ってなったら、会える間合いなんで。さあ、どうだ？肩！いや、強！ 4-5-5。さてと、ゴールまで普通に行くのは簡単。待ってね、1、2、3、4、5、6。守備と、総力上げ。いやー、面白くないな。ナイス。カレンさん真上だ。はい。止まる。待ってよ。1、2、3、4、5、6、7。最短でカレンさんに会える。ここからさ、1、2、3、4、5で会ったとして、回復量5でしょ。1、2、3、4、5。うん、足んないね。単純に足んないっすね。いやー、ここまでか。ここまでですね。いやー、全体マップ禁止。よく粘ったんではないでしょうか。すごいね。これよ。これがサクサクセス。長年やってる男のプレイ。ということで、名前設定、行ってきましょう。はい、名前設定してきました。名前。星464なんですが、今回は全体マップ禁止という縛りから、全体マップ禁止くんという名前になりました。いかがだったでしょうか？特殊能力は広角打法のみなんですが、基本能力素晴らしい。この縛りでかなり強い選手ができたので、期待してオートペナント回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。打率2割8分3厘。ミーと B で3割いかなかった。これは悔しい。でも、なんとね、ホームラン36本。これは頑張ってくれた広角打法のみだったんで。でもね、山川さんが57本。やばいですね。日本人最多ホームラン記録更新しております。で、112打点とこちらも第2位と、ホームラン打点で第2位は悔しかった。いやー、これすごいね。得点圏打率でめちゃめちゃ落としてるんでね。うん、ホームラン57本打っても、ソロが多かったんかな。残念。全体マップ禁止くん見ていくとこんな感じ。三振思ったよりも多いな。ファーボールは86の、デッドボールが7。で、盗塁は意外にも13個。走力 B だったんで OK でしょう。あとは、目立つところはないかな。わ、対左にめっぽう弱かったんだね。あれま。ね、特にね、何もついてないんですけど。長打率は5割3分5厘。出塁率3割8分2厘。4割いかず、残念。OPS は917。ということで、今回の全体マップ禁止くん。取ったタイトルは、新人王ベストナインゴールデングラブの合計3つでした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。